実は今訳あって右手の練習してるんですよ。箸の持ち方難しい。全然できない。もう手が痛い。久しぶり。元気？久しぶりです。元気です。まあ、ゴールドブリュー始まったんでね。そうです。夏ですね。そうです。夏限定で、あとスムージーもやってます。代々木上原に来ました。今から久しぶりに友人と会います。熊木くん、久々。久しぶりです。元気？元気です。めちゃ観葉植物が大きくなってきたんで植え替えをしたいっていうのと、花鉢をやりたくて、バラとブルーベリー、うんうん、これは室内向けで作られてるから、うん、花鉢を育てる場合は栄養がちゃんと入ってた方が、うん、こっちのやつ、うんうん、これいいね。オレンジね。これ結構これがいいんじゃないですか。やっぱ、うん、これだね。つぼみもまだ結構あるし、うん、楽しめる。これでいい？うん。バンバンはみ出てんだね、うん、このはみゴムの木が。これも根っこが飛び出ている。でかくなりすぎたね、ちょっと。まあそうっすね。でもいいこと。あ、だいぶでかかったね。うん、だいぶ余裕。一回りぐらい大きいんで。あ、よかったよかった。フリーランスプロイスきた。うら、根っこがみっちり。土がないぐらい根っこだね。そう、だから水をあげてももう吸えないんですよ、うん、こんだけ根っこが。こう詰まって、根詰まりってやつ。そう、みっちり。うわ、買って。1年から2年にかけて植え替えてあげないと。ちょっとデザインを変える。そう、そこで切って、切っちゃ、そこで切っちゃって、こっちに栄養がいくように。ここ、ここ、うん、めちゃめちゃ分厚いよ。めちゃ分厚い。あ、柔らかい。せーの。これ何なんですか？これはもう樹液ですね。樹液、うん、それは根っこはもういらないんだ。根っこはまあそう、生えすぎたから。生えすぎたから切っちゃってもいいかな。人間が髪切るのとちょっと似てます。さっぱりしてまた次伸ばしていくと。伸ばしていくと。で、2年に1回散髪が来たってことね。そうですね。で、ほら、あ、いいじゃん。似合ってる似合ってる。雰囲気出たね。OK。 切れたね。うん、切れた。じゃあ続きまして、バラ会。何バラっていうんですか？これはツルバラですね。こう伝ってくんだね、こういうところに。そう、座っていくと伝ってバラが咲いていくと。オランジュリーっていう品種か。色が濃いオレンジで、うんうん、ツルバラ。これさっきのと土が違うわけね。そう、有機培養土って言って栄養がめっちゃたっぷりある。花がなってるやつは、うん、こっちの培養土の方がおすすめ。できた。できた。で、このもうバラは摘みたい。あの、咲いちゃったら摘んでいいと、うん、枯れる前に切っちゃいます。そういう時はこの節目ぐらいから切った方がいいかな。かわいいやん。素敵やん。ここの壁と合ってるね、白壁と。確かに。じゃあね、ありがとう。ありがとうございました。また何か問題があったら読みます。はい、気をつけて。